ええ音やな、マーシャル。さすが。もういいんじゃないかっていう音してるけど。さあ、これでええ音やねん。もうそりゃええ音するわ、エフェクターでたら。もっとカスみたいな音やろ。のチューニングしてる時の音とか。オートモンキーって書いてるわ。何これ。じゃあアンプからか。アンプを。これはもうええ音や。これは参考にならへんな。なんか太すぎ感やね。ビーズっぽいのって何やろ。でもあの GCM だからやっぱり安直をめちゃ歪ましてダメみたいな感じ。たらめ G が来たです。おわー来た。うわなんかすごい2回これがあこれかな。ピュアブーストですよ。これでいいわ。もういいよ。異常っすか。あ、こういう悪いやつもある。モダン OD。 あ、なんかこれなのかな。なんかちょっと松本っぽい感じだった。真鍋さん、こういうのなんか大体正体分かる感じなんですか。大体この辺かなみたいな。このモダン OD が何のこと言ってるのかみたいな。あ、そうですね。大体決まってるんですよね。そのなんか、まあ、例えばムーアだったらムーアで、はい、名前でこれっていうのが決まってたりするんで、はい、クラシック OD。 家で弾いてもこうはいかない気がするな。もうピーって言いそうな。本人もこんなんですよね。そう、たぶんちゃんと言ってしてるだけで。こういうことですね。なるほど。恐ろしいですね。ええ音やな。全部いい音にしか聞こえない。これのせいでしょ、これ多分、ね、多分ありますね。今日 EQ やってる時間ないな。後半戦がそう、本番が終わってる。ね、こんなんでもこんなん置いたらすぐ売れちゃうんじゃないですか。もし、まあ、問い合わせはありますね。多分あれとかは次あの来た時もあるでしょう。はいはい、そうっすね。これをやっとかないと思います。明日にも売れてしまうかもしれない。そう、最新のそういうことですね。そっちをやろう。